すっごい話しやすいじゃん、話しやすい。でも逆に SNS にかけるのはすごいなって思う。イライラすんだもん。いや、ムカつくんだもん。でもさ、昔のビビ見たらなんかやっぱ自分芋だなって思う。いや、それは思うよ。ちょっと待って、待って。はい、今日はニコルとさっちゃんとラスト対談ということで、ちょっとね、3人でいろいろ語れたらなと思ってます。というわけで2人に登場してもらいます。お願いします。お願いします。お願いします。おめでとう。おめでとう。ねえ、泣いちゃう泣いちゃう。やばい。うん、やだよ。おめでとう。見て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 、かわいくない？かわいくない？おめでとう。やばい。なんか久しぶりに見た泣いてるの。確かに、私2回目だ。うちも2回目。前の雑誌の卒業の時も見て。おめでとう。おめでとう。というわけで対談しきるなよ。しきるなよ。対談してもらっていいですか？はい、ありがとうございます。かわいいお花。おめでとう。ありがとう。本当に。せいかちゃんイメージじゃない？うん、これ私イメージしたり、大人っぽい新たな一歩を、はい、踏み出してください。ありがとうございます。まさかの冬のお花はちょっと来るな。実感しちゃった？めっちゃ実感しちゃった。だってもう終わりだよ。いや、そうなんだよね。本当にマジで最後だから。笑ってる。こんな自由な感じいいんですか？3人で撮影したのってどうだったっけ？水着もあるよ。あ、そうだ、水着もある。そうだそうだ。でも4分結構組多かったよね。途中からでも数えるほど、うん、うん、そうだよね、うん、私は3人で水着撮影したの結構印象的だった。確かにね。あの千葉でさ、うんうん、確かに寒かったじゃん。寒かった。2月とかだったよね。そう、海外、そう、ちょうどコロナ、そうそう、うん、コロナ禍の水着撮影、うん、ね、あったわ、ね、うん、みんなめっちゃ仕上げてきてさ、ね、ちょっとあざとかあってさ、そうそうそう、マッサージしすぎてね。マッサージしすぎてね。そう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 、懐かしいね。でなんかさ、現場で会うたんびにさ、どこまでやるみたいなさ、さしちゃんも結構やってくるんだよ。めっちゃやってるっすよ。みんな2人だって超やってるじゃん。だから本当になんかその、うん、なんていうの、探り合いが、うん、なんか水着撮影するんだなっていうのがあったし、うん、あったよね。確かに本人嬉しかったな、うん、やっぱ、ね、年代もさ、もう同世代だから、うん、そうだね。そうそうそう、なんかあんまりさ、なんかその同じ雑誌でさ、うん、あんま同世代って意外といないじゃん。いない。そうそうそう、うん、確かに。本当にビビからだったらさ、仲良くなりづらかったところ、うんうん、前から知ってるとかだったから、うんうんうん、なんか嬉しいよね。嬉しかった、うん、本当に。さっちゃんもうちビビからちゃんと絡み始めたけど、でもせいかちゃんがさっちゃんと仲良かったから、うん、なんかここがニコラで、ここがセブンティーンだったから、うん、そうだよね、うん、嬉しかった。わかる、せいかちゃんいなかったらさちちゃんとちょっとだってあんま話してなかったと思う。わかる、本当？そう、うん、間、仲介人間、仲介人間、キューピット、うん、キューピットかもしれない。嬉しい、喋れる人がいっぱい増えたの、せいかちゃんのおかげですよ、ね、嬉しかったな、うん、なんか同世代がこうやってね、同じ雑誌でさ、うん、一緒にね、撮影できるのは、うんうん、すごい嬉しかった。うち毎月見てるよ、2人のことちゃんと。うん、私も見てるよ。え、私だって見てるよ。うちも見てるよ。見てるよ、私だって。このページ出てるんだとか、うん、あ、このカットいいじゃんとか、いつも毎月2人のやつ見ながら、お、いいねってやってるよ、家で。うちらもそうだよね、うん、私も見てるよ、みんな。いいな、これ、あ、漏れてるなみたいな、うん、嬉しい。なるほどね、みたいな。はいはいはい、じゃあやってました、お互い、はい。むず質問だな。むずい。でも私意外となんか後輩にあんま言える性格じゃないから、うんうん、なんかああした方がいいよ、こうした方がいいってあんま言えないっていうか、うん、相談されたら全然言えるけど、うんうん、意外と言えないから。でもさ、優しいからさ、後輩ちゃんたちは嬉しいんじゃない？せいかちゃん、うん、本当フランクだから。そう、すっごい話しやすいじゃん、うん、話しやすい。だからなんか頼れるお姉さんって感じで、うん、後輩は絶対伝わってたよ、うん、多分そういう風に伝わってくれると嬉しい
どうするの？だって卒業してさ、うん、うちらにどうしてほしい？残るのは私たちだから、うん、でも絶対大丈夫じゃない？私も全然別になんか心配の1ミリもないんだけどない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 。なんかしていた方がいいことある？え？逆に後輩たちに向けてアドバイス。え？だってでも背中で語れるでしょ。語れるよ。背中で語れるでしょ。語れるし、言えるよ。言えるでしょ。だから本当に、うん。だからもっと2人がしっかりしてるから、うん、別に本当になんか心配ないっていうか、うん、でも今のさ後輩の子もなんかしっかりしてるさ、うん、そうそうそう、なんか勢いあるしさ、うん、なんか新しいこうなんかニュービビみたいなのをなんか見れる気がしてるから、うんうんうん、楽しみ。そうめっちゃ楽しみ。嬉しい、うん、それはねすごい楽しみ、うん、確かに心配させないように私たちが頑張りましょう、うん、頑張ります、うんうん。バカズじゃない？バカズだね。でも、うん、ビビって私めっちゃ分かりやすいなって思ってて、うん、なんかさ、うん、やっぱバチって決まる時の、うん、なんかもう盛り上がり方が全然違うじゃん。決まらなかったら逆に本当のね、シーンとするよね。そうそう、だから結構そこは模索してね、これかな、うん、これかな、そう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 、だから結構私はビビで鍛えられたなってすっごい思う。確かに、確かにそれはあるかも。天使から映って最初すごいシビアだなって思った、思った、うん、本当に可愛くないとみんな可愛いって言わないから、言わないよね、最初どうしたらいいんだろうみたいな、全然言われないみたいな、ね、最初の方結構反省してたな、やっぱそうだよね、うん、あとさ、ビビ独特のなんかおしゃ顔あるじゃん、うん、それがなんか前の雑誌とは全然違ったから、うん、ポージングもやっぱさ、そう違う、違う、そうシャッターの流れがまず違うんじゃない、うんうん、確かに最初初めての撮影でランプが置いてあって、うんうん、それランプと絡んでみてって言われて、ランプと絡んでどうやって絡んだらいいのみたいな、うんうん、とりあえずなんかこうやってしがみついたりとかして、わかる、やっぱおしゃれを追求する場をすぐ与えてもらったって思う、わかる、わかる、だから本当にバカズと、うん、もうビビで鍛え上げられたっていう、うん、でもスタッフさんもみんな優しいから、そうそうそう、なんか教えてくれる、ね、そう教えてくれる、うん、うちも最初の方なんか骨がない感じでって言われて、え、骨がないからどうやってやんだ、そんな立てないじゃん、でもこのニュアンスが多分大事だったなって思って、やっていく中で ね見つけて、やっぱ言ってくれるからね、言ってくれるのが本当ありがたい、ありがたい、お互いで作り上げてきた感じはするよね、ファッションじゃない、うん、ファッションだと思う、うん、やっぱさトレンドが早いじゃん、ビビ、確かに、だからなんかみんなが持ってないものをなんか早めになんかトレンドを抑えることができるから、うん、確かに、なんかおしゃれな人になってきた、わかる、でもそれはめっちゃ思う、うん、本当に周りの人が超おしゃれだし、うん、おしゃれに敏感だし、うんうん、刺激だよね、刺激は本当に受けるから、うん、着る私服とかもマジ変わった気がする、うん、確かに、なんか選ぶものとかね、ビビもおしゃれだし唯一無二な感じ、本当ビビっていうスタイルがあるから、うん、それはすごいファッションを学んだ、ね、でもちゃんとそこをなんかさ突き通してる感じあるじゃん、うん、ビビといえばこのスタイルみたいな、あ、そうだね、時代に流されない感じね、やっぱそれはねあるよね、なんかうちビビ見て服買ってる、わかるわかる、わかる、わかる、これ可愛いじゃん、ね、読者です、うん、やりがいない、一読者、洋服はマジで可愛いと思う、本当におしゃれだよね、うん、だってビニモデルもみんな可愛いからさ、うん、ちゃんとしてなきゃなとも思うね、美あ美意識がね、美意識もさ、うん、上がるじゃん、うん、なんか並ぶ全員集合の時とかさ、か、うん、並べるようになんなきゃって思っていろいろやったりさ、確かに確かに、本当にみんな可愛いよね、可愛、うん、いし、スタイルいいしさ、うん、やっぱなんかこう切磋琢磨しなきゃみたいなのは、そうそうそう、やっぱいろんな刺激を受けるっていうのはあるかも、うん、それだ、うん、ね、刺激受ける、本当に、うん、このビビらしさっていう、もうギャルマインドもさっき言ったけどそうだし、うん、1個のことに対して貫く感じをなんか教えてもらったじゃないけど、うん、なんかそこになんか育ててもらったっていうのは、うん、あ、なんかビビモデルじゃなかったらできなかったことだし、なんかそれは本当にビビモデルとして良かったなってすごい思います、うんうん、本業これじゃん、うん、モデルの仕事、本業なんかそれをうちらちゃんとなんか自覚持ってやってる、うん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 、いろんな仕事やるけど、ね、
本業はやっぱベースはモデルありたいなって思ってる、うんうん、それはそうかも、うん、一緒、ね、なんかビビって居場所があるから他の場でも頑張れるって感じかも、うん、なんかもちろん刺激でもあり、うん、切磋琢磨し合える場所ではあるんだけど、うん、なんかホームより心の拠り所でもある、うん、なんか他のさじゃあ違う仕事でなんかちょっと辛いこととかあったとしても、うん、やっぱビビの撮影期間があるとやっぱ私結構救われる部分がめっちゃある、うん、パワースポットよ、いや本当にそうなんだよね、うん、なんかビビモデルもそうだけど、うん、ビビに関わってくれる人みんなハッピーだし、うん、やっぱかっこいいから、うん、なんかセイカちゃん自身が一番ハッピーだよ一番ハッピー人間だよ、一番のパワースポットだよ、そんなことない、いや私は結構さもらえてる部分もたくさんあるから、うん、結構なんかモデルとしてっていうか、うん、そのビビモデルとしている自分は結構、うん、なんか安定するっていうか、うんうん、一番なんかしっくりくるなっていうのはやっぱある、うんうん、めっちゃわかる、うん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 、でもさちちゃんとかだってニュースとか一番スイッチ入れなきゃダメじゃない、うん、いやそれこそ朝の生放送でめちゃめちゃ政治について語った後にビビの現場とかあると、うん、自然とスイッチが本当切り替わる、やっぱメイクしてもらって確かにモデルモードをスタッフさんに入れてもらうって感じかも、うん、空気感みたいなやつあるよね、わ、うん、かるわかるわかる、ね、だから自分でってよりもスタッフさんに入れてもらう感じかも、なるほどね、うん、マジで何も変わんない、うん、ニコルはまだここにいてもバラエティの現場にいても何も変わんないから、うんうん、スイッチないかも、ずっとオン、逆にね、逆だ、逆だ、ずっとオフだ、あずっとオン、どっち、ずっとオフな感じ、ベースオフだけどオン、あなるほどね、新しいよオフだけどオンって感じかな、うん、でもなんかやっぱ演技とモデルってやっぱ演技はもう自分をなんか殺すじゃないけど、うん、やっぱなんて言うんだろう、その役に染まんなきゃいけないっていうからもう全く別物、うん、だから本当に私も自然と行く現場によって割とスイッチは、うん、でももう自然とやっぱり自分で無意識に切り替えられてるのかな、うん、向かう時に押されてる、ね、向かう時とか、うん、確かにはやっぱ、うん、スイッチは入ってるのかな、うんうん、思われてる、結構元気だと思われてるけど別にロー別にロー確かにニコルンっていうこの、うんうん、あだ名が先に行きすぎて確かにポップな感じするよね、ポップな元気な子って思われるイメージがあるけど、うん、別に意外とね元からずっとローじゃない、うん、そうだね、一定な感じ、うん、意外とねキャピキャピしてそうに見えて、うん、結構大人、逆にラッキーなんだよ、うん、逆に元気そうに見えて嬉しい、うん、確かにね、だから表面的にはそうやってね、うん、見てくれてるってことだもんね、でもどうかな、でも私意外とそんなギャップない気がする、自分が持ってるのと、でも写真だけで見たらさこんなクールな感じかも、フランクさ、うん、分かる分かる、だからなんか雑誌以外の人だから仕事の人と会ったりするとあなんか怖い人だと思ってましたってすっごい言われる、うん、なんかインスタだけとか綺麗だしさ、いやいやいや美人だから、そうだからそうなんか基本さビビってさなんか割と笑顔っていうよりかもうスマッシュ顔みたいな、うん、クールな感じじゃん、うんうん、 だね、だから多分それのギャップはあるかもしれない、うんうんうん、確かに写真だけ見るとね、うん、クールで冷たいのかなって思いきや、ね、いやそれもラッキーじゃない、うん、ラッキーラッキー、あったらいいギャップだね、そうそうそう、確かに確かに、だからそうだね、意外とそれはいいギャップっていうか、うん、私は結構褒め言葉だなって思ってるかな、うん、さっちゃんは？私は顔だけ見てるとなんかすごい背がそんなに高くないって思われる、でももう知っちゃってるからな、まあ、でも本当にもう1週間に3回くらいは言われる、マジ大きいって、高いね、背高いんですね、うんうん、みたいな、それくらいかな、私はハッピーすぎるだろハッピー、うん、確かに確かに、でもそうやって思われてるんだね、うんうん、そうそうそう、うん、さっちゃんの笑顔そのままだけど、うん、そのまんま、あ本当、うん、何も、え、うん、でもギャップ作りたい、え、なんでよじゃあさ、もう笑わない方が、うん、笑わないで、笑わないで、あーまんま、なんでもよくね、彼人間だからって、誰のために、うん、確かに、まあ、でも思うのってやっぱ人それぞれだし、うん、やっぱなんかそこをさ全部合わせていくってさ、なんか本当の自分じゃない気がしてこない、ね、なんかそうそうそう、一回いい子やっちゃうとずっといい子でいなきゃいけない、ね、確かに、なんか特に今の時代ももう人間らしい方が、ね、うん、いいじゃんっていう感じにはなってきてるから、うん、なんか
イメージを守ろうとする必要ってないよね。まあ、弱音吐くのが格好悪いっていう人もいるかもしれないけど、うん、全然吐きたい吐いてるもんねじゃないと自分がやられちゃうから、うん、なんかそっちの方がさ、なんか見てる人もなんか人間味ある感じする、うん、なんか親近感あるから、うん、まあ、だからなんか自分が思ってるよりなんかそんなに気にする、うん、確かにみんなあんま人のこと気にしない自分で精一杯なのもあるよね。そうそう、なんか大人になるにつれ、うん、人ってそんな人のこと見てないんだなって思って楽になった。わ、うんうん、かるわかる、それはある、うん。それニコルめっちゃあるんじゃない、うん、いやその時イラッとするんだけど、でもさ、うん、よく考えたらマジ3日でその話題終わってんだよね。あ、だから結構いつも反省することがある、うん、こんなに言わなきゃよかったなとか、うん、あと3日耐えたら、うん、こんなのもうネットから全部次の話題に移り変わってるのに、うん、って思うから、うん、いつも反省してる言い過ぎたなみたいな、言い過ぎたなとか、ちょっとここ突っ込まなくてよかったなとか、うん、なるほどね、思うけどその時ダメなんだよ、動いちゃうんだよ手が。え、結構言っちゃう、全部言っちゃう。いや、私ノータッチ、ノータッチでしょ、うん、ノータッチ、うん、言っちゃうんだよね。でもそこはさ、やっぱさ、ニコルのさ、やっぱ人間味らしいっていうかさ、うん、そうそう、あと正義感もちゃんとあって、うんうんうん、本当に言えないやつは、ね、あのファンクラブのブログで言ってる、言ってるんだ、そうなんだ、でも言うんだ、さらに段階踏んでる、うんうん、本当にこれ言ったら多分結構ざわざわしちゃうなってやつは、そんな信頼してるファンの人しか見れないところにやって、うんうん、ちょっとしたなんか、うん、プチざわはもうつぶやいちゃうけど、なるほどね、それでもなっちゃうからそっかそっか、むずいな、うん、そうだよね。ニコルはね、結構割と何でもさ、ストーリーとかもそうだけどさ、うん、ネットニュースにね、うん、されちゃう。だってうちインスタグラムのあれだよ、プロフィール欄、ストーリー、ネットニュースを断りって書いてあるから、ね、見た見た、いや、でもそれでもなっちゃうよね。なってたよね、この前、うん、だからまあ3日経てば、うん、忘れる。2人偉い、ちゃんと。どこに弱音吐いてんの？どこに弱音吐いてるかな。でも私あんまりなんか悩んだりとか弱音吐いたりって、なんか友達とか家族とかにあんま言えないタイプなの。じゃどこに行ってんの？確かに、これはこのモヤモヤ、なんか自分解決って感じかな、うん、車乗ったりとか、うん、とか、 あとはなんていうの、やっぱ趣味に、うん、こう費やすてか、まあちょっとそれを紛らわすじゃないけど、うん、そこかな、うん、買い物したりとかさ、えらい、かっこいいね。え、だから私は成果とかすごい相談したくなるもうかっこいいじゃん。 あんま悩んでる姿を見たことないからこそ、なんか、うん、だし、すごい論理的だし、うん、なんかもうかっこいいの、本当になんか彼氏って感じ、うん、だってご飯とかも、うん、なんか私こういうの食べたいって言うと、うん、5個くらいバーって送ってくれて、だって LA 行った時も聖華ちゃんが全部ね、何もしてないよ、全部だっていっぱいホテルのチェックインやってくれたもん。チェックインチェックイン誰でもできるのでもなんかその行動してくれるから、うんうんうん、かっこいいよね、本当かっこいいよ、うん、やった、なんかめっちゃ褒めてくれるじゃん、ちょっとツイートもしないわけでしょ。え、ツイートも一切しない。え、なんか弱音を SNS に吐けない。一人泣いてんの？え、だからそういう時そんなに読んでない。友達に言うとか。え、なんか二人にそういうこと相談したりとか。なるほどね。相談できるのはいいね。ちゃんと SOS 出せて、うん。確かに確かに。確かに身内にしか相談しないか、うん。え、でも逆に SNS にかけるのはすごいなって思う。イライラすんだもん。いや、ムカつくんだもん。でもちょっと面白い。ツイートが、うん、なんかただの。なんか愚痴じゃなくてやっぱちょっと面白いから、うんうん、それはやっぱりニコル特有の、確かにリアルな感じだよね。そう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 、なんで他人に言われなきゃいけないの困ってます、うん、しろよ。いやでもあれだよ、学校とかってさ、え、そんななんかちょっとやっぱ狭いコミュニティしか知らないとなると、やっぱちょっと恥ずかしいっていう部分もあるよ。確かに確かに、なんかちょっと髪型変えただけでも、あ、なんか言われたらどうしようとか、そういうのはあった。でも外に意外と出ちゃうと意外と気にしないけど、やっぱあの学校っていうコミュニティはやっぱ恥ずかしいよ。わかるわかる、なんか学生、学生か、うん、なんか高校生の時にさ、うん、初めてあのまつげ上げて学校行こうって思って、思い切ってまつげ上げたら、みんなに上げてるでしょって感じで上げた時はもうすごい、ね、なんかそっか、ちょっとやっぱ ね髪の毛切るだけでもとか、うんうんうん、全無視してたな。いや、それはさ強いね。どういうマインドでさ、うん、変えようっていう感じなの？友達じゃないし
そもそも待って待って友達はいるわけじゃん。いるよ。友達は逆に応援してくれるじゃん。あ、いいじゃんって。そうやって言ってくるのってなんか友達じゃないからどうでもいいというか。なるほどね。どうでもいいって最初から思えてたの？思えてた。恥ずかしいとかはなかったわけ？だって新しい自分で行くわけだから、ね、やっぱちょっと周りの目は気にするじゃん。やればって言ってた。逆にね、ああ自分がやんなよ、やりなよって、いいおすすめだよ。あ、なるほどね、だから進めるってことね、うん、そういう返し方ね、文字に返せばいいんじゃない、確かにそうかも、ごめんじゃなくて、確かに、え、いいよ、うん、やればみたいな、おすすめだよってね、うん、確かにね、そう言ってたの、学生の時そうしたけど、だってイメチェンしたいって思ったタイミングがさ、自分の変わるチャンスの時じゃん、うん、それを逃すのがちょっともったいないよね、確かに、確かに、確かに、思ってやそうだね、やった方が絶対いいのにな、うん、まあ恥ずかしいのもあるけどさ、分かる、じゃあ同じ やったら浸透させていくっていう、ね、浸透、みんなにおすすめして、いいねそれ、うん、それいいかも、まあ、真似して何かあったら私がやる、謝ります。え、あの時ダサかったな、ダサかったな、え、でもさ、昔のビビ見たらなんかやっぱ自分芋だなって思う。いや、それは思うよ。眉毛とかも白いなんかボサボサだし、前髪も重いし、なんかポージングとかもあるかもしんないけど、ね、うん、なんでこの髪の毛にしてたみたいな。わかる、めっちゃわかる、ね、だってでも今その時はさ、自分それが一番イケてるって思うわけでさ、うん、でも振り返って、うん、あの時やっぱ今だったなって思うと、やっぱその分やっぱ成長できてるなって思う。確かによね、うんうん、垢抜けたな、垢抜けたなって思うよね。わかるわかる、かる、うん、でも眉毛はめっちゃわかるかも。眉毛ってやっぱ一番顕著に出るよ ね、 ね、形とかさ、流れがね、色の濃さとか、そう、あと前髪の重さ ね、うん、なんでこんなこだわりしてたんだろうみたいな。うちの前髪動かないくらい重かったから、ね、重かったマジで本当にヘルメットみたいに、こんなに出してんの奇跡だから、ね、確かにね、確かにそうだよ。だって絶対おでこなんか出したくないってずっと言ってたじゃん。本当にせいかちゃんがこの辺から作んないと多分できないよ、うん、でも時代もね、あったしね、それが可愛かったんだよね、うん、あったな。強みって何？なんだろうな、なんだろうな、せいかちゃんファッションじゃない、おしゃれ、うん、確かにおしゃれさんだって自分でさ、うん、コーデする企画があるってすごいじゃん。確かコーデ ね、あと真似しやすいよね、せいかちゃん。ありがとう、私も決めてもらったし、せいかちゃん懐かしい、そうだったんだ、から自分でコーデだからダサかったよ、うん、自分でコーデ組めなかったから、ずっとせいかちゃんにお願いして、一緒にね、お買い物行って、え、私がコーデ組んで、ね、ニコルはこれ自分で組みましただって言って雑誌出てたの、昔はね、プチ裏話だね、あれあれ楽しかったよ。だからせいかちゃんが昔からファッションは得意だから、あ、そうだったんだ、だからやっぱ才能だね、それは。でもそれでなんかやっぱビビで企画いっぱいさせてもらったから、うん、まあ、私服企画とか、まあ、私服系は強みかな。ニコルちゃんは何まかメイクが本当に上手だよね。プロデュースじゃない、プロデュースもそうだね、うん、自己プロ、うん、自己プロもそうだし、いや、それはやっぱ自分のさ、見せ方だったりとかさ、うん、やっぱさっきもさ話上がったけど、なんかこうやっぱイメチェンしようとか、確かにプロデュース、まあ、確かにさっちゃんにメイク上手いって思われてるの嬉しいな。いや、上手いよ。え、だってさ、プロ、あの、しゅうこしれいちゃんとかがやったページかなと思ったら、うん、自分でメイクしててびっくりした、うんうん、嬉しい。なんかプロデュースで、確かに自分に飽きるのが早いのかもしれない。なんかそのシーズンごとに変え、なんかずっとカムバしたいの。カムバ顔ちょっとね、飽きられたくないから、なんかちょこちょこそのファンの人たちにも喜んでもらいたいから、うん、ずっと同じ自分で言うのが嫌だから、うん、もうそろ飽きたかなって思ったらなんかやってみて、やっぱ客観視するのが強みだなって思う。飽きられたくないっていう怖さから来る自己プロ、うんうん、なるほどね、すごいね、うんうん、確かに髪色も合うたびに変わってるしさ、うんうん、ね、長くなったり短くなったりとか、うん、私と人生で一回も髪の毛染めたことないの。エクつけない。バージンヘア？え、バージンヘア。マジ？染めたことないの？え、これ体から出せるの？この色。いい色。体から出せるってやばくない？いい色じゃん。だからなんか二人がすごいイメチェンしてるの。でもそれはなんかこだわってバージンを貫いてるってことでしょ？いや、なんか自分に飽きるっていうか、なんかそのイメチェンしようっていう感覚があんまりなくて。きっかけがないだけ？きっかけがないというか。いつも連れてくる？美容室染めようよ。確かに、ね、え、なんか染めたいって思ったことがなくて。でもいい色だもん。いい色だけど、うん、でも新しい自分で合うかもしれない。さっちゃんをじゃあもしさイメチェンカラーにするってなったら何色？でも何でも似合うそうだけど、普通になんかアッシュ系の綺麗なさ、うん、ミルクティーっぽいの入れたら。確かに、なんかすごい現実的だね、うん、ピンクとか色々じゃなくて、じゃなくて
連れてこうよ、うん、連れてこうか。やっぱプロデュースが上手なんだね、うん、ニコルちゃんは。逆に飽きないのがすごい、ずっと同じ色とかで、うん、なんかすごい忙しくなるじゃん、あの、まあ、確かになんか変え色そこメンテナンスしたりとかさ、頑張れよやれよ。さっちゃんの強みは、絶対足、うん、スタイル、うん、足、うん、本当に年々スタイルが良くなりすぎて、でもこのまま どこまで伸びてっちゃうのかなって。なんかやっぱりそのデビュー入りたてはすっごい太ってたから、うん、逆にそれがさびっくりだよね。太ってなくない？今より12キロ太ってたんだって。すごいマジ。そうだからやっぱりなんかその周りの子たちを見て、うん、綺麗になろうっていう気持ちを育ててもらったから、確かに努力したところは結構体型管理かもね、うんうん、すごいすごい。そんなに頑張れるのすごい、ね、だってこの前のビビナイトの時の衣装、すごいあれブルマ履いてたんだけど、マジでスタイル、あれはさっちゃんじゃないと。嬉しい嬉しい。だって最初さブルマじゃなくしてたけど、うん、みんながブルマがいいって言ってくれて、うん、それで履けたからよかった、ね。さっちゃんはもう絶対的なスタイル、うん、次あったらもう天井ついてんじゃない？いやいや、なんでよ、補正は変わらないから、ね、伸びてって骨も。行動してるから、うん、そうね、かな、うん、やっぱり。あと明確にその夢を、うん、なんていうの、どうなりたいかみたいな、うん、確かにふわっとしてないんじゃない、うん、多分。そうだね、今こうなりたいとかさ、うん、これしたい、将来あれしたい、こういうことやりたいとか、こういう人になりたいっていうのが明確になれば、うん、やっぱさどう動いていいか分かるから、うんうん、やっぱ一番はやっぱどうなりたいうんうんうん、をベースに考えたら、うん、結構夢叶えれる気がする、うん、確かに。あと好奇心も旺盛だと思う、うん、なんか知りたいとか追求したいとか、うん、自分をこうしたいみたいな、うんうん、追求心はすごいあるなって思う、うん、確かに。でもさニコルは本当に言霊大事ってすっごい言ってる、うん、言うよね。でも私は結構言えないタイプなのね、うんうん、でもやっぱ言ってちゃんと叶えてきてるから、うん、やっぱちゃんと言わなきゃ周り知らないじゃん。いや そうなんだよね、それを聞いて納得した。でもやっぱちょっとさ、うちらの芸能は特にそうだよ、うん、だ確かにね、うちらがどうこうするんじゃなくて周りが動いてくれて仕事が決まるから、マジで言わなきゃ何やりたいか分かんないよ。そうなんか前まではちょっと恥ずかしいかなとか、これ言っていいのかなとか思うじゃん。でもやっぱ言うようになった言うようになりましたよかった。確かに小出しにしてね、はい、小出しにして、うん、こういうのやりたい、そう、うん、やっぱ言ったりやんなきゃって思うし、そうやんなきゃってなる。自分の選択、うん、この分かれ道あったとしても、うん、自分が選んだ道もし間違ったとしても、うん、でも自分がちゃんと選んだからそれ間違ってないんだよ。だから信じてあげてほしいなって思っちゃう。確かに言霊ね、うん、言霊ってことだね。なんていうの、その次につながるための一個の、うん、なんていうの、そうだね、試練だもんね。そうなん、これがないと乗り越えられなかった夢だから、なんか自分を信じて行ってもらいたいなって思っちゃいます、うん、大事ことだもん。いい話。でもやっぱ私はなんか本当に強い女性だったりとか、うん、かっこいい女性っていうのがすっごいやっぱ昔からの憧れがあったから、うんうん、やっぱ仕事はずっとしてたい、うんうん、バリキャリーはもうずっと仕事はしてたい。そうそうそう。でもやっぱりニコルとかさっちゃんもさ、うん、プロデュースいっぱいしてると思うんだけど、うん、やっぱなんか自分でこうなんか起業じゃないけど、うんうん、なんか一つ、うん、ブランドをやって、でもさそれやることによってやっぱつながれるじゃんファンの人と、うんうん、だからイベントもできる。そうだからイベント私最近すごいハマってて、あイベントハマってんのやばい。そうそうそう、楽しかったでしょ。めっちゃ楽しくて、うん、あやっぱり私って人と喋ることとか、うん、接客すごい好きだから、うん、それを今後やっぱちょっと仕事にしていきたいなって。セミナー開いてよ。セミナー、せいかちゃん何もできないからセミナー。ポジセミナー怪しくない、なんかポジティブになるにはって言って怪しいんだけど。だからやっぱそういうなんかことは今後やっていきたいなって思います。私なんだろうな、私は結構いろいろやってるもんね。いろいろやってるね、うん、いやなんか昔はもうこうなるって決めて逆算して、うん、じゃあ今何すべきかっていうのを、うん、
決めてたんだけど、うん、それってなんか先のことを考えすぎてなんか今を楽しめてないなって思ったタイミングがあったから、うん、私は逆にあんまり先のことを明確に考えてるわけではなくって、うん、今日一日できることを最大限しようみたいな。かわいい。それがなんかいつの間にか自分がなりたい未来につながっていくんじゃないかなって思ってて、うん、だから全力でその日を過ごすっていうのと、確かに今ここにあるものをやっぱクリアしないとね、そういけないしね。いいね、一日全力です、うん、マジ大事っていう感じかな。意外となんかそういうのって流せてないかもな。わかる、めっちゃわかる、うん、なんかどんよりした日で終わっちゃう時とかあるもんね。あとやっぱりニュースのコメンテーターの仕事始めて、うん、なんかもう本当に頭の中の世界が広がって、めっちゃ大変そうだから、なんかすごい偉い。その自分は今モデルして、うん、テレビも出させてもらってっていう環境を何かその社会貢献につなげていきたいなっていうふうに思ってる、ね、いいやつだよ第一段階としてだからこの間ファンクラブ初めて作って、うん、それでまずは半径3メートル以内の人をなんか幸せにしたいと思って、うん、それでなんかその輪をどんどん広げていけたらなっていう感じ、うん、いやあなたこそさ、うん、ハッピー講座ハッピー講座やった方がいいんじゃない。でももうファンクラブでね、でもそれがね、うん、いいじゃん、そうそうできてるの、まず1本目として、うんうん、ニコレちゃんは何だろう、でも自分の年齢を重ねていく、なんていうの、段階でやりたいことを決めていきたいなって思っちゃう、うん、その今に合ってること、なるほどね、うん、なんかこの将来の道、うんうん、でなんか最終着地は、最終着地は、まあ、ママにはなってたいよね。ママになってなんかそう、なんかそういう自分のなんていうの、うん、環境が変わったことによってそれに合うお仕事をしていきたい感じかな。なるほどね。確かに確かに。かやちゃんの子供とか絶対幸せだよね。どっかのさ、なんか番組かなんかで、うん、なんか将来何やってますかって言ったら、なんかマザーズバッグめっちゃわかるわ。あれプロデュース好きだからさ、やりたいんだよね。いいね、マザーズバッグ。じゃあ自分がもし赤ちゃんできたらってなったら、で自分に入院に必要なバッグをまずその現在進行形で 作ったりとか、その時に困るもの、うん、なんか作りたいの、なんか作るの好きだから。いやマジいいね。それこそ体の部分でさ、あのベビー服とか、確かに可愛い、ね、ベイビーラインとかね、うん、確かにそういうの憧れるかもしれない。だからその時に自分に合ってる、うん、なんかものをやっていきたいな、うん、いいね素敵、うん、じゃあまず私から、うん、ちょっと待って、泣いちゃった。やばい泣いちゃう、なんでだろう。生花とはセブンティーンの時から一緒 で、ね、うん、でセブンティーンの時はなんかプライベートで会ったりとか、うんうん、あんまり話してなかったんだよね。確かに。でもビビになってなんかすごい話すようになって、プライベートも会うようになって、うん、なんかすごい学ぶことが多くて本当にかっこいいなって思って、同い年ですごい刺激もらって、うん、なんか私も聖火みたいにかっこよさをどんどん自分の中に育てていきたいって思ってたの、うん、以上ありがとう。うまく言えないけど、うん、そうなんか本当に強くてかっこよくて、うん、あの思いやりがすごくあって、本当に素敵な女性だなって思ってる、いつも。ありがとうございます。これからも仲良くしてください。これからもよろしくお願いします。やばい、なんか改めてこうやって聞くのちょっとマジでやばいかもしれない、うん、ね、やばいね、うん、愛されてるね。はい、愛されてます。言ってくれるんですか言ってくれるんですか。ニコル言ってくれるの恥ずかしいんだけど、だってこういうことマジでないから、うん、いやでも本当に同期じゃん、うん、同期だね。だから14年間芸能界やってきて、うん、その始まりは一緒に芸能界頑張ってきたじゃん、分からずも、うん、子供ながらも大人に揉まれながら頑張ってきてて、その時は聖火ちゃんすごい人気者だったから、うん、そのかっこいい姿見て、うちも人気になりたいって思いながら、うん、聖火ちゃん見ててかっこいいなって思ってたのね、うん、でバラバラになって、うん、雑誌バラバラになって、あ、またビビで合流できるんだ、うん、確かに、あのかっこいい聖火ちゃんと一緒になれるぞって思ってすごい嬉しかったし、うん、自分も成長した姿見せたいなって思ってたし、うんうんうん、
だから一緒にそれこそ表紙とかできるようになった時すごい嬉しかった、うん、なんか、うん、せいかちゃんを見てるとやっぱ自立してるから車乗ったり、うん、なんか結婚したり、うん、なんかそういう見てる姿を刺激受けてうちもなんか真似したい、うん、みたいに結婚しましたからね、なんか本当に刺激をずっともらってたなって思って、うん、なんか年齢は一個上だけど、うん、なんかまあほぼ同い年みたいな感覚で仲良くしてくれるのも嬉しかったから、うんうん、まあ寂しいけど、うん、まあなんかまたどこかで合流できるんじゃないかなっていうなんか気持ちがあるから、なんかまた一緒になれるまで私はちょっとコツコツ頑張ってよって思ってるから、本当に卒業は心からおめでとうって思ってます。ありがとう、本当に。だからなんか頑張っての横で見せたから、それをなんかもっとみんなに伝わってほしい。ね、本当にかっこいいせいかちゃんでした。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。あ、確かにまた合流したいね。いや、どこかでするするする、うん、なんか想像できるし、違う仕事でもいいじゃん、何でもいいじゃん、わ、うん、かるわかる、なんかやろうよ、ね、うん、やりたい、別に違えないわけじゃないしさ、うんうん、そうね、なんかしてこ、うん、ね、仕事したい、一緒に、やば、おめでとう。うちらにあるの。ねえ、じゃあいいよ、そんな難しいこと言わなくて、なんで、うん、言うべか、一言でいいよ。でもなんかやっぱ同い年で一緒にこうやってなんか仕事できるのってなんか本当にあんまないことだし、いや、それこそ逆に私は2人からすっごい刺激をもらってるから、あ、なんかもっと頑張んなきゃとか、まあモデル以外の仕事でもそうだけど、まあすっごい頑張ってるなとか、自分もまだまだもっとやらなきゃいけないことたくさんあるなって改めて思うし、なんか、うん、この年でここまでなんかね、信頼できる人って本当にいないから、うん、なんか、うん、本当に一緒の宝物っていう感じで、これからも遊んでね。遊んでね。感じで。遊んで。はい、こんな結構なんかしんみりみたいな感じになっちゃったけど、みんなのこと大好きだし、うん、私卒業してもビビ見ててね、みんなのこと絶対見るから、うん、でうちら卒業するために来るんだからね、来る来る、だから毎回、絶対毎やるってことですよね、毎回来る、全然来るんで、その時呼んでください、うん、はい、そうしよう、そうしよう、次は、ね、誰かの卒業の時にまた戻ってくるの、うん、というわけで、はい、今日はありがとうございました。おめでとう、ありがとう、またどこかで、ビビ、ありがとうございました。ちょっと泣きそうになってくる、危ない。すっごい。なんかこんな泣くと思わなかった。ね、うち耐えた。やばい。耐えたね。なんかすごい体力持ってかれるこれ。でもそんだけ頑張ってきた証だから、積み上げてきた。そうだね、いろいろ思い出すことがね。